こんにちは。今回はチャット GPT に林原めぐみさんについて聞いていきます。それでは早速行きましょう。林原めぐみさんといえば？他にも挙げてください、ジャンプ作品など。誰ですか？魔人英雄伝渡るに松田優というキャラはいませんね。しかもジャンプ作品でもないし。ドラゴンボールに林原めぐみさんは出演されていますか？では目を直してもらった少年の声は誰だ？では魔人ブーに目を直してもらった少年の声は誰が担当したのですか？手のひら返しするな。またジャンプ関係で質問してみましょう。ワンピースで林原めぐみさんは出演されていますか？なんだと？ワンピースを英語表記にしてみましょう。ワンピースで林原めぐみさんは出演されていますか？白星姫は確かゆかなさんですね。では逆にレベッカの声優について聞いてみましょう。レベッカの声優さんは誰ですか？なんでやねん。今さっき白星姫って言うたやん。白星姫、と聞いてみます。白星姫の声優さんは？なるほど。では今度は同時に聞いていきます。白星姫とレベッカの声優さんを教えてください。なんでや。レベッカ変わりすぎ。レベッカの声優さん、ちかさようこさんで合っていますか？あれ？さっきちかさようこさんって言ったやないか。間違ってないアピールやめろー。というわけで今回は林原めぐみさんについて聞いてみました。なかなかチャット GPT に聞くのも面白いですね。ここまでご視聴ありがとうございました。